まずはじめは東京湾の入り口付近に位置する神奈川県三浦半島。流れは緩やかだが、その流れを確実につかみ流していく方法を見ていこう。今この場所は、湾の入り口湾口部にあります。で、比較的潮の流れが緩やかな東京湾の入り口なんですけれども、まず潮がどっちに流れているか、仕掛けを投げて仕掛けの移動で確認するのもいいんですが、まずはじめにこの場所に入った時にちょうどテトラポットの際に海藻が生えてます。その海藻の向きによって潮の流れが確認できるんですが、ただし海藻はね、海面近くにその一部を出している場合は風の影響によって、風下に流されます。ですからなるべく海中で、切れた海藻ですね、そういう海藻を見つけて、流れを確認してもいいと思います。まあ海藻がなければね、仕掛けを流して流れを確認します。で、風は今右から左に吹いてます。とりあえずね、仕掛けを入れてみます。風に吹かれて海面付近の流れが風下に、ですから左方向にね、ゆっくりと流されてます。その流された照明を見るのに、確認するのに海面付近のラインを見てください。ものすごくね、左に膨らみながら、また仕掛けを引っ張りながら、確実にね、左に流れてます。で、ここで大事なことは、風に流された仕掛けと確実にね、海の中の流れに流された仕掛けの行き先が、一致してればいいんですけれども、風の影響で左に捉えた場合は、これはラインにね、かなり、流れが入り込んでいるということも考えられますから、ミシートをね、ラインを立て直してまっすぐにしてあげる。まっすぐにしながら左に膨らまないように。流れに反応している浮きに負担がかからないように、常にラインはまっすぐに置くことを心がける。海面付近にある、海藻のちぎれた切れ端なんかがあると、今ちょうど仕掛け浮きと海藻の間隔は、40センチぐらいの幅で左に流されていますが、海藻は海面近くの流れにどん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 流されていきます。仕掛けは海中に入れば入るほど海藻との距離を、長く捉えていきますから、海藻はどんどん離れていきます。もう2メーター近く海藻と浮きの距離が離れました。これだけ海面付近と海中の流れの速度が違うということが分かります。海面付近のラインが左に膨らめば、その先にある仕掛けは左に引っ張られます。逆に、右に膨らめば仕掛けも右に引っ張られます。この中で少しでもね、引っ張られる力を和らげたり、海中の仕掛けが耐えてくれるように、海中で右に引っ張られないように、左に引っ張れないようにするためには、浮きから穂先までのこの間のラインをまっすぐ置くことは大事なんですけれども、あえて流される反対側にマンクッションかこうたるみを作るんですね。ラインの、これをラインスラッグと言います。でラインスラッグがほどけたら、もう一度立て直して風上にワンクッション、風下に風上にツークッションぐらい、こうすると急激な仕掛けが、ラインの抵抗によって払われてしまうということが防げます。で、まっすぐ縦方向に仕掛けが馴染んだら、
スラグを取って、最短距離で道糸を構えて縦方向の流れに仕掛けをどん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 反応できます。海面付近の流れに急激にラインが引っ張られることをラインスラッグを意図的に作ることによって防ぐ。流れは、右から左へ、はっきりと方向が分かりましたから、今度仕掛けを入れるときには橋餌を流れの上へ右側、浮きを流れの下へ左側に、行くように、着水させるとハリスの馴染み、仕掛けの馴染みが早いですね。右から風が吹いてるときには非常にやりにくいんですが、なるべく意識して右に差しが来るように、左に浮きが来るように、仕掛けを振り込むときに、注意します。風がね、全く逆で、左から右方向に吹いている場合には比較的そういう着水方法というのは楽なんですが、右から吹かれているとやはり今の状態では非常に投げづらいです。ただね、練習してるとだん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 できるようになりますから、流れの方向を確認できたら、仕掛けを落とすときには必ず潮上に差しが来るように、潮下に浮きが来るように、そして振り子の状態でなじませていくと早く仕掛けが海中で立ちます、なじみます。仕掛けを早くなじませることによって付け餌を目的の水深に届けやすくなり、その水中での過程をイメージすることができる。浮き釣りでは、巻き餌は欠かせないものです。ただし、巻き餌と刺し餌の同調、これについてあまり神経質になる必要はありません。オキアミが単体で海中に漂っていてもものすごく目立ちます。それよりかね、巻き餌の打つタイミング、またそういった場所を常に自分が意識してどこに巻いた方が効果的かということを考えて探していくことが大事だと思います。で、どういうふうにね、そういう場所を見つけて、どういうタイミングで打てばいいか、これはね、一概には言えません。なぜならば、釣り場の状況、シチュエーションによっては様々なことがあります。右から左に潮の流れがあれば、やっぱり潮上に右方向に、巻き餌を巻いていきます。逆に左から右の流れになれば左に巻きます。魚が見えてれば、少なめ、魚が見えてなければ多め、またこれ逆もあります。ですから、どう巻いていいか、どう巻くべきかということははっきりと言えませんが、一番ね、効率のいい、自分に得のする巻き方を考えて、打つ場所、タイミング、その量を、調べていくといいと思います。やっと潮が右に、流れが右に変わりました。で、付け餌の残骸を見てみると、もう餌はついてません。コンスタントに餌が取られてる。もちろんメジナがかかってくれればいいですけれども、なかなか魚全体的に活性が悪くてメジナもかかってこないときには餌取りにね、餌を捕らえたか捕らえないか、これも重要なポイントです。
明らかに餌を取るようになりましたから、さっきの流れ、左方向の流れよりもこのポイントは右に行った方が釣りにはいい流れということが分かります。当たりですね。とにかくメジナではありませんが、特にしてもウミダナゴにしてもコンスタントに当たってくるのはもう間違いなく近々いい状況になります。さらにラインの形が綺麗ですよね。さっきはほっとくとどん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 風が入る海面付近の流れで左に大きく膨らみましたが、今はもうまっすぐとロッドのティップから出発したラインが浮きまでまっすぐした状態で右方向に全体的に流れてきますから、もう間違いなく流れを利用できている、でいい流れがこの釣り場目の前に形成されているということですね。風はね、一回弱まってから大して変わってません。強さは持ち上げればやっぱ風に捉えてラインは左に膨らみますけど、ロッドティップ下げて海面に触れてるラインを多くすればほぼね、まっすぐした状態ですね。穂先ティップから浮きまでのラインの状態はまっすぐと置かれていきながら全体的にね、右に流されていきます。はい、これメジナですね。もう完璧ですね。こういうふうに流れをねチェックしながら、場所は問わず、例えば外洋の三宅島三本岳とか、御蔵島、三宅島本島、また伊豆半島、紀伊半島、三浦半島、房総半島と、場所に限らず流れをチェックしながらいいポイントを絞っていく、また状況を分析していく、すごく自分の釣りの中で自信につながる釣り方と思います。たとえこのような緩やかな流れでも、流れをつかむことで釣り場の状況を分析することができ、それによってポイントも絞り込め、釣れる時の条件、釣れない時の条件が自然に分かってくる。舞台を大野原群島三本岳に移す。今度は外洋の複雑な流れをつかみ、そして流れに基づいたポイントの絞り方を見ていくことにしよう。まずこの釣り場で流れを利用しながら釣りを進めていくには、今パッと見この状況、今潮の流れがはっきり見えません。流れが発生しているか、また強いのか弱いのか全然分かりません。でさらに風が非常に強いですから、多分表面の風の影響によってラインが取られて仕掛けが流されてしまうんで、
まず初めのセッティングとしたら大きめの浮き40杯とか44杯大きめの浮きで、しっかりと仕掛けをまず海中に留める。であと深度はですね、浮きをゆっくり吸い込ませて取っていく方法と、ある程度ハリソンの長さを取って2メートル3メートルとハリソンの長さを取って深度を保つ方法と2つあるんですが、これはまず初めに長い方からやっていきます。必ず長い方がいいというわけではなくて、今の状態だと風が強いですから、しっかりと浮きを水面に大きい浮きで置きながら風にとらわれないようにしてラインをきちんと置いた上で深度を取る。で少しずつ流れをね絞り込みながら、いいポイントにたどり着きたいと思います。まず最初は44杯これの8番でセットします。でハリスの長さは、2メーター50から3メーター約2キロですね。でも確実に流れよりも風の影響によって仕掛けが流されることを今想定しますから、かなりきちんとしたラインの置き方メンディングが必要になっていくと思うんですが、それにはそういったメンディングのしやすい立ち位置流しやすい釣り座ですね、これを見つけなきゃいけません。それもねパッと見ただけでは分かりませんから、実際に仕掛けを流しながら一番流しやすい位置っていうのを絞り込んでいきます。でこれで約ハリスの長さを2メーター50から3メーター。やっぱりはっきりした流れっていうのは今この釣り場の前にはありませんね。全然はっきりと仕掛けが流されているという場所は見つかりません。ただし全体的にゆっくりと、右方向に流れているのは分かります。でここまでの概要に来ても必ずしも、流れが常に速いというわけではありません。こういうふうに、釣り場のそばに利用できる速い流れがない場合はほとんど潮は動かないようなそんな状態です。今スプールからゆっくりとですがラインが引き出されてます。でこれはね、決して仕掛けが流れに反応して流れてるんではなくて、手前にあるちょうど手前の磯際にぶつかったさらちが左方向に膨らんだその海面の流れによって道糸がしゃぶられてるだけで、実際には仕掛けはそんなにね流れてません。こういったね、間違った流れを掴んでしまうような要素が結構足元からありますから、なぜ自分の仕掛けが引き出されてるか、それは仕掛けが流れに乗ってるのか、それとも別の影響でラインが引き出されていくのか、これをね見極めなきゃいけないんですね。でまあ人流ししてみたら、ゆっくりと自分のラインがどういう軌跡でこの海中に置かれているか、ロッドティップを穂先を持ち上げながらゆっくりと巻いてくると分かります。自分のラインの軌跡が右方向にまっすぐと置かれていながら流されてますね。かなり左から入り込むライン、風の影響で仕掛けを投げてスローインして水面に仕掛けがついた瞬間からものすごく、ラインが糸付けとなって右に膨らみます。ですからかなりね強力なサーミングで仕掛けが海面についてラインを海面にプレゼンするときには、無駄な糸を出さないように
そうしないと風の影響でどん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 仕掛けは右側の内側に流されますから、この点を注意してきちんと置いた仕掛けをあとはしっかりと最短距離の道糸で流していく。その時に雪は引っ張らないように、引き戻さないように。でここの立ち位置から狙う場所として、まず急ぎは、比較的近いポイントと、あとはやや遠投して大きめのポイントを狙うことができるんですが、まあ、右方向にゆっくりと流れている潮であれば、手前からまた沖の方を全体的に右側に流していくような感じでポイントをチェックするのもいいんですが、もちろんねこの磯ものすごく広いですから、広いだけにいろんな立ち位置があります。流れに対して反対側に行けばまた反対側の変わったシチュエーションがありますから、この流し方がこの磯で一番いいんだじゃなくて、今この立ち位置からはこういったアプローチが、まあ、一番手っ取り早く魚を食わすことができるだろうという感じですね。反対側の向こうに行く流れ、こういうものもねチェックしたいと思うんですけど、一度にね何箇所もね流せないもので、一箇所一箇所丁寧に仕掛けを流していくといろんな流れが分かります。とにかくこのカレントナビゲーションシステムというのは海の流れを効果的に利用した釣り方ですから、流れを見つけることが、大切です。釣り場について仕掛けを流しながら魚を釣る目的を持ち、きちんとね流れの方向、その強弱を正確に早く見つけることが大事だと思います。パッと見ね、はっきりと目に映るようなしっかりとした流れが見えませんが、これだけ多少うねりがあって、風が吹いてざわついてる海なのに仕掛けが流れないというのは、この立ち位置から流れに対して、角度的にあまりいいものがないと思います。今ちょっと反対側を見ると水面がなんとなく左方向に強く流れているような流れのようなものが見えます。ですから反対側に行って、ちょっと仕掛けを流して一番ブリ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 出ていく場所を探しながら、ポイントを絞り込みたいと思います。今の状況は流れ風ともに右方向へ動いている。それを考えて次のポイントに移動する。この場所は先ほどと違って今度風が右から入ってきます。かなり強く吹いてくる風ですけども、こういった風の影響でラインが引っ張られないように、またその先にあるね仕掛けを引き戻さないように注意しながら、穂先の位置、風の影響を受けないような穂先の位置、ラインの出発点を考えながら流していきます。パッと見た目左に行ってるように見えました。仕掛け流してみますと確実にね左方向に流されてます。今短時間の間に向こう側とこのポイントと2つのポイントをやったんですが、確実にねこの釣り場はこの両サイドの磯際に沿って、こちら側は右から左へ、反対側は左から右へと向こうの方に流れています。ですから、集中する流れが集中する場所っていうのはやっぱり先端部分だと思うんですね。でこの先端部分早く気づけばいいんですが、こういうふうに流れがどっちに行ってるか分からない、はっきり目に見えない場合には仕掛けを流してみて、どっちに仕掛けが流れるか、流れていく仕掛けの方向を確認した上で、こういう、流れが集中する場所、先端部分を釣り座に選ぶといいと思うんですが、まあ、一発でこれは見ただけでは分かりません。実際に仕掛けを流して、こういう流れの集中する場所を探してください。先端部分に行ってみます。
今ねこの流れが集中する先端部分が波かぶって危ないんですね。ですから一歩下がった位置からやってます。まあ、一歩下がった位置から流すにしても、奥まった潮上ですね、潮上の方から流すよりかははるかに、流れもはっきりしますし、流しやすいです。おお、初めのね2カ所っていうのは餌を捉えるだけで当たりもなかった。この場所に変わったらいきなり当たりがあるということは確実に状況はいい、流れに対して立ち位置も、流れの向きも状況はいいと判断できますね。ただ単に当たりがある、餌が取られる、また、餌取りが連れてくる、こういったこともね、人流し人流し、その釣り場を分析する上でいいヒントになります。他の場所ではちっとも当たりがなかった、餌を取られっぱなしだった、しかしこのポイントに来たら当たりが出た、で餌取りが釣れる、確実にね、いい状況が備わったポイントだと思います。で今さっきね当たりがあった浮きは縦方向の流れに、ある程度ね沖まで行きますとゆっくりと縦方向の流れに吸われて海面から姿を消します。スーッと吸われていくように。今この当たりのない時は大概浮きは、横方向に流れていきながら水面下30センチぐらいのところで止まってしまってます。止まってしまう時はあまりいい流れに乗ってないと判断していいと思います。上げてみます。餌取りがいる時であれば大概が餌を捉えてます。空張りですね。必ずねいいポイントに乗ったり魚が釣れる最も、魚がいる筋に仕掛けが流れますとどこまでも止まらず吸い込まれてきますから、正確に投げてきちんとラインを置いたら必要最低限で水を送りながら吸い込んでいくポケットに仕掛けが入る。それはラインが仕掛けに負担をかけて沈ませてしまうようなそういう間違った探し方じゃなくて、きちんと無駄な糸を出さないように仕掛けに負担をかけないようにして流していきながら仕掛けのみがね吸い込まれるようなポイントを探します。沖の方に投げても餌取りが激しいんですね。もうちょっとね沖側が餌が残るような時間帯まで磯際を狙ってみたいと思います。小さいですけどメジナですね。あれだけ餌を捉えてましたけどこういう風にメジナがかかってくるっていうのはやっぱりいい要素を持ったポイントですね。ここはで急ぎ場で釣れましたから何もこんなにね針数を長くする必要ありません。で針数の長さの決め方なんですけどこういう時に何メーターがいいと、具体的な長さの決め方っていうのはできません。なぜならば、まあ、一つ一つの条件が全て違いますから、風が強くて振動が取れない、そういう時には逆に針数を長くして振動を取る。で今はねそんなにね急ぎは釣ってて風の障害もなくちゃんと振動を取れますから短い針数で
縦方向の流れを利用して釣ってみたいと思います。44パイの8番から34パイの3番に変えます。今すごい波がね、急ぎは波きついんで、比重の軽い巻き絵ですと、表面の流れに流されます。ですからちょっとね、比重の重い巻き絵を作っています。本当にね、こういったね、スーッと入っておくポケット、急ぎ屋が波がある場合にはものすごくね、見つけにくいです。だけどね、無駄な糸を出さないようにして、ポンと仕掛けを置いてみれば、速やかにスーッと入るポイントは分かりますから、これを無理やりね、強制的に沈めようとするとかえって分かんなくなってしまうんで、僕の今やってるセッティングは、34パイの3番と0番を使って、どうしても波のきつい時には0番、3番でね、波の揺れがない時にはスーッと入るポイントを見つけていきます。今は入んないですよね、サラシが来すぎて。これはね、一回ね、このサラシが消え去るのを待って、タイミングを見計らってから、細い針で深い水深を、針を長く取って叩く場合には非常に簡単ですが、大きい魚なんかあったら、まあ取れる確率が下がってしまうんで、これだけ高部屋町長がいっぱいいるのかかわらず、こういったメジナがコンスタントに縦方向の流れに吸い込まれるとかかってくるというのは、もう完全にね、縦にスーッと仕掛けを吸い込んでいくポイントが、本当にいいポイントだという証明になります。これサイズありますね。こういうふうにね、ポイントを絞りながらまあまあのサイズのメジナが釣れたり、もちろんね、大きさとか数ではなくて、小メジナでもね、小さいサイズのメジナでも、十分ね、自分が絞ったポイントで釣れたということは自信につながりますから、流れをまずは見つけること、そしてその流れの中でも最も仕掛けをね、スーッと縦方向に吸い込んだり、横方向にバリバリと流してってくれたり、そういう流れの筋を探していくと、必ずね、いいポイントが短時間で正確に絞り込みます。これが、カレントナビゲーションシステムです。
なるマップの建物に座れてください。あっ、シャクタ。スーッと浮き上がりましたよね、縦方向に。これを計算しながら、大体同じコースを流していけば、まあ、このポイントは絞れます。よいしょ、まあ、両径ですね。こういう風にラインを置きながら、きちんとした流れをつかむのに、難しく考えることはありません。とにかく一番釣れる流れの筋というのはまっすぐ自分から離れていくような、流れを形成されてますから、釣り人がね、人工的にラインを操ってそういう流れに乗っているということよりも、流れがね、もう勝手に仕掛けを運んでいく、そういう筋を見つける方が早いですね。そして簡単ですね。いちいち、メンディング、ラインオペレーションして流れの筋を探すよりも、力強くね、流れていく、そんな筋というのは、そういったトリック、トレーニングは必要ありませんから、こうやった、こういったラインメンディングやオペレーションで、トレーニングしてるときは、あまりいい状況ではないと。この浅瀬を変わって、浅瀬を変わったところで当たりがありますよね。サイズあります。よいしょ。流れが特徴的な姿を見せることもある。海面の流れでも海中の流れの中でも釣れる確率は高いが、釣りの邪魔をする流れもまた数多く存在する。そしてほとんどの場合、流れは肉眼で捉えることはできない。だから流れの速さ、流れの方向は浮きに教えてもらうことになる。海面の流れを知るには水面に浮く浮きが適している。海中の流れを知るときは海中に浮きを浮かせて調べる。流れを確認することから始まり、そして釣りやすい流れから始める。釣りにくい流れしかないときは、流れの中を仕掛けが自由に動けるようにラインに気を配る。しかし、たった一つの方法で諸々の自然条件をクリアすることは不可能である。